山形大学工学部4年佐藤健吾です。幼い頃から物を作るのが好きで、その作ったもので自分が楽しくなるだけではなくて他の人も楽しくできるようなものを作りたいと思い、高校の時に工学部に進学することを決意しました。私の研究室は振動騒音の研究室で、僕が特にやっている分野は音の制御の分野になります。近年音による機械の操作というのがかなり浸透してきて、それと同時に騒音被害という問題が出てきました。それに対して、私は研究室でその騒音問題を解決できるようなスピーカーの開発を行っています。山形大学は東北でも強豪だと聞いていたので、高校の頃から大学でも弓道を続けることを考えていました。去年のリーグ戦で優勝することができましたが、その後の一部リーグへの昇格試合で負けてしまいました。今はその時の悔しさが原動力になっています。さまざまな新しい挑戦をして優勝することができたので、自分たちの挑戦が認められたような気がしてとても嬉しかったです。さらにたくさんのことに挑戦して、次は全国で記録を残せるように頑張っていきたいと